ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お客様、お客様、すいません、ちょっとこちら来ていただいてもよろしいですかね。すいません、今切符通されたと思うんですけども、はいはいはい、一応確認させていただいてもよろしいですか。おお、はいはい、よろしいですか。はい、別に分かりますよね、今何で呼ばれたか。はい、知り合い、知り合いです。知り合いじゃないです。お客様が今切符通された時に、はい、ピヨピヨとひよこが鳴いたの分かりました。あ、鳴きました ね、はい、ね、あれ本来大人の切符ですと、はい、ああいった音はしないんですよ。おー、はい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 、ということは、はい、どういうことかお分かりですかね。ありがとうございますってことですか。あ、違います。ご乗車ね。違います。お客様は子供の切符通されたんですよね。ああ、そうですよね、こちら、うん、あ、はい、子供の切符半額になっております。あ、そうですよ、はい、うん、はいはい、お客様は大人ですよね。あ、大人ですけど。そうですよね、はい、どういった理由でそちらを。あ、はい、今ホームに息子を任せてて、これ息子の切符なんですよ、はいはい、あ、そうなんですよ。息子さんがじゃあお客様の切符を持ってらっしゃるということですか。あ、持ってます。息子がちょっと、はい、僕の、まあ、父なんですけど、父の切符を通しちゃったんで、はいはい、おいおいっつって息子の切符を僕が今通しただけなんで、実際ちょっと息子さんちょっと呼んできていただいていいですか。はい、ちょっと確認だけさせてください。すいません、なんかお腹痛いって言ってたんで、はい、ちょっとしばらく多分トイレ出てこないんですよ。ごめんなさい、ごめんなさい。出てきて来てからでも大丈夫です。僕は待ってますのでこちらで。はい、うん、ちょっとしばらく時間かかっちゃいますし、大丈夫です。ちょっと休憩とか入るんじゃないですか。まだ大丈夫です。あと2時間はここで勤務ですので。はい、でも子供の切符を、お子さんのために買われて、お子さんは最初大人の切符で入られたということで、よろしいですかね。いたずらでなんか先行くねなんて言って、うん、行っちゃったんですね。でちょっと待てよって感じ。そうですか。そうなんですよ。ではちょっとあとは息子さんが来たらですね、いやいや、最終的に確認させていただいて、それが OK でしたらお客様もう通っていただいて結構ですので。ああ、いやいやいや、はい、じゃあ、だとしても別に次行く降りた駅で、はい、まあうまいことをちゃんとやって大丈夫ですよ、はい、別に悪いことはしてないんですけど、はいはい、別に降りた駅で事情説明するんで大丈夫ですよ。別に大丈夫です。あ、領収書とかお客様持ってたりしますか。先ほどのと今回のとちょっと持ってたらそれで確認できたら大丈夫です、はい、ね、持ってないんですよね。子供の切符でお客様入られたんですかね。じゃあちょっとそうですね、息子さんも今トイレ のランプついてないので使用されてないんですよ誰も。嘘ということですので、お客様、子供切符で入られたということで、こちら不正乗車となります。ちょっと待ってください。ということで、大人の料金の3倍運賃ですね、こちらでいただきますので、はい、お客様、お支払いをお願いいたします。もう二度としません。すいません、ちょっとお金がないんで、うん、どうしたらいいかな。ちゃんと、はい、払いますので、ちょっとじゃあ家族にちょっと電話してきますね。警察呼んでますので少々お待ちくださいね。はい、はあ、僕ですか。どうしたらいいですか。終わった、終わった。